アスプラ学園。イエーイ。はい、この番組はですね、いろんなスプラプレイヤーをお呼びして、いろんな話やいろんなプレイを見せていただくという企画でございます。はい、今回もミニケキさん来ていただいてますけれども、お願いします。お願いします。はい。今回もガチマッチ会の L3 リルガン。はい。はい。最近やっぱフェスとかでも話題になってる、うん、環境武器と言われる。フェスのトップ何本いたんだっけ？100中の。100中もう70 70ぐらいリールだった時があったんだよね。え 200人中、なんかもう3分の1ぐらい、1ぐらいは、そうすごい、そんなのがあったんだよ。まあね、世界大会で GG ボーイズさん、うん、もう2人がリールガンで、ああやったね、やっぱりリール、うん、でもしかもさ、今全然ナーフも受けてないし、確かに下方修正なかったですね。そうなんだよね。アップデでも、うん、強い武器という部分で今ミニケーキさんがかなり注目してる。そうですね、やっぱり強い武器はどんどん使っていきたいなと思ってるので。なるほど。ちなみに使ってみてる感じはやっぱりいい感じなんですか今は。いや普通に濡れるし、はい、キルできるしで、何でもできてやっぱ強いですね、うん、いや環境武器だなって感じで。あらいいな。ただねやっぱね癖があるのよ。まあまあ、やっぱリールガンっていうあれですからね、うん、癖があるからやっぱその辺どうこううまく敵を倒すのか、うん、その癖をね、うん、うまくこう克服するじゃないけども、確かに、うん、っていうのはちょっとっていう、ね、そう見たいね、うん、そうですね、うん、大丈夫ですかでも L3 で今なら帰れますよ。いやもう最近もう修行してきてるんで任せてください。やってきます。大丈夫ですか。大丈夫ですか。いや修行してきたんで。L3 でいいですか本当に。いやもうなんかもう山にこもるぐらいの修行してきたんで。山にこもったの。 L3 でお願いしますよ。お願いしますよ。お前が言うんかい。やらせてくださいよ。やってくださいよ。お願いします強気にね。だけどまずは、試し打ちの方で。はい、じゃあ試し打ちの方から L3 の極意を教えていただきましょう。はい、行きましょう。はい、では、ミニケーキさんの L3 リールガン、これは無印ではなく、無印のですか。まあ無印ですね。まあ今アサリっていうのもあるので、やっぱりまあでもジェットパック強くなってリール D も候補として増えてきたなって感じはあります。うん、なるほど。リールガンの、まあ、L3 の極意ぜひとも教えてほしいんですけども。 L3 の極意ですか。難しいですね。結構 H3 はあの最速で打つタラタン、タラタン、タラタン、あれをこれも感想と同じで、なんかリズム。あ、やっぱ L3 もリズム大事。 L3 もリズム、リズム遅いとやっぱ弾出るの遅くなっちゃったりするんで。これ連打じゃダメなんですか。連打だと、なんか来るんですよね、やっぱ。へぇー、やってると。じゃあジャムるのよ、どっかで。ジャムってんのこれ。どっかで、なんか出なくなってやられるってなるから。ジャムるんだ。だから基本的にはもうリズムよく打っておくのがいいのかな。まあでも H3 よりはリズム取りやすいと思う。そうっすね。うん。L3 の方が。ほとんど途切れてる感じしないもんね。タン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 って。速いリズムだから。なるほどなるほど。わあ、いいっすね。でもやっぱり。とりあえずでもその3発っていうよりは、僕の勝手な意見ですけど、はい、2発当てりゃいいみたいな。そんなことないですか。あ、でもL3 は疑似3なんで、3発当てないとやっぱりダメなんで。なるほど、そっか。疑似3になって 99.9 が出ると。まあでも3発当てて、一発当てなきゃいけないわけじゃん普段だと。うん、何もダメージ当たってない状態だと意識的にはもうやっぱり3発当て切るっていうイメージ。3発当ててみたいな感じですね。なるほど。かなりシビアにやっていかないといけない。でもやっぱ記事さんで本当環境に残ってるみたいな感じはあるので。なるほどなるほど。あとはやっぱ塗り武器ってイメージもすごく強いんですけど、まあ、塗り武器、塗れる前衛武器って感じですね。塗れる前衛武器、ガンガン最近やっぱキル取った方が、キル狙いに行った方が強いのかなって。やっぱスピアもあるので。はい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 、なるほどなるほど。塗ってるだけだったら若葉でいいってなるので、多少なんか対面できる強さを表していきたいなって感じですね。はあ、なるほど。これでもパラシェルターと同じでこう押したら出るじゃないですか。はい。だからそのエイムの合わせ方が一緒だったりするんですか。あ、そうですね。まあ僕あんまりシューターめちゃくちゃ使える方ではないんですけど、まあ L3 はなんかちょっとブラスターとかその傘とかと似てるような感じがあるので、ちょっとエイムの合わせ方に似てるのは似てますし、まあなんか、なので、寿司とかそのプライムとかのシューターよりかは全然合わせやすい感じは。おしっぱでエイム合わせるんじゃなくて、その、エイム合わせて、エイム合わせてから打ちたいタイミングで打つからね。シューターよりかはなんか、流す動作がそんなにないから、流すとありますけど、なんか僕プライムとか持ったことあるんですけど、もう全然使えないから、やっぱそのちょっと違う部分があるのかなって感じたりしますね。そうなんですね。あ、シューター使えてリールに行くじゃないんですね。もうリールはリールっていうのって、そ
俺ディールねダメなんだよな逆に。なるほどね。シューターはある程度持てるとは思うんだけど、まあザップとかね使ったりとかしたから、うん、ディールなんかシューターで、でもなんかちょっと違うあれだから、うん、なんかまた合わせ方とか違うし。なるほどね。ギアはどういう感じにしてる？ギアは今はメイン今はメイン性の 1.3、 これはもう必須、もう必須ね、はい、これで疑似3ね、疑似1.3で、うん、で、一足で相手のエイムずらしたり、うん、こっちの、なんだろう、前に進んだりして、うん、距離詰めやすくするためにやってて、であと機動力増すためにイカ速、うん、でスフィア塗りが強いのでスフィアの回転率上げたいのでスペースオーで、うんうんうん、でやっぱ前線で戦いたいのでセダンで、で復帰早くするためにスパッタみたいな感じで、うんうん、まあ、いろいろ積んでみたいな感じですね。結構バラエティ飛んでますね、こうやって見ると。まあでも攻めにやっぱ特化していくというか、やっぱスペゲンだと何だろう、守りになっちゃうので、スペゾーでガンガンスフィアを持った状態で対面しに行くってことを狙ってスペゾーをどんどん積んで前に行くっていうこと。なるほど。メインの燃費って結構いいんでしたっけ、レイルって。メインの燃費はめちゃくちゃですね、ほんと濡れるんで、うんうん、切れないよね、うんうん、基本的にはほとんど切れないです、うん、カーリングめちゃくちゃ投げれるとかそういうことしなければ切れないんで、うん、そうだよね。メインだけ打ってたらもう無限に打てるっていう、無限に打てる感じだね。おー、なるほど。そんな L3 を使ってまたやっぱじゃあ攻めに行く動きを、攻めに行く動きをやっぱしたいですね。見せていただけるということで行きましょう。はい、行きましょう。おい、ショットル、ショットル、はい、行きましょう。こちらでの L3 リールガン無印使ってのアサリ、でもやっぱり攻め攻めムーブは変わらず、まあ、どんどん攻めて相手のもリール、おー、いますね。これはちょっとリール対面、リール D だね。 D ですね。最近やっぱ鉄板を強化されたから、うん、それに応じてやっぱ使う人もいる。ほど、いい入り方してきたね。そうですね、もうぬるっと相手から見て右方向。さあ、そこに対してガラ空きのこっち側から、あーと、ね、張っていく。さあさあ、このスフィアが溜まるとね、もうスフィアが溜まると、あーと、でも寿司が早いな。寿司の動きがいいですね。スピア玉ってやっぱ強気にいけるのが強いから、うん、いいよね、やっぱね、気持ち的にもね前に出やすくなるから、うん、囲まれたら使えばいいし、うん、さあ、ここで打って当てていくが、ナイスカバーだね。いいカバー、いいね。そしてリール対面、おお、今の記事出たかな、記事出たな、まあ、味方がダメ入れてくれてたから、うん、素晴らしい。やっぱ 99.9 ってもう本当にほぼ100だからな。0.1 ダメって、ね、ちょっとやっぱ寿司とかより射程長いよね。そうですね、ちょっと長いんで、そうだよね、お片付けさせないこと。うわー、やりにくい、惜しい。さあ、下行く、あー、めっちゃ撃たれてる。めっちゃ、とりあえずまた。さあ、でも、ね、いいですね、ジェッパー耐え切って、さあ、入れてくれましたね。あー、もうさあ、ウラップに逃げているが、ナイス。見る難しいな、でもなんかきつい武器とかあるの、逆に。どうしたの、きつい武器はなんだろうな。やっぱ機動力ある武器がやってて、あー、横に動かれるとだるいか。そうですね、横、それこそスピナーとか、スピナーとかすごい、うわー、無理状況がいいスピナーとかあるそうだね。なるほど、そうか、やっぱりエイム合わせが課題。おーと、うわー、気持ちいいね、今のエイムね。やっぱ3点当たると気持ちいい。A3 も同じだけど、逃がさないなぁ。で、L3 もあのチキンって音欲しいですよね、せっかくなら。ワンチおい、さあ、これは束縛はせず、これがね、やっぱスピアの強みだよね。あー、遠くまで行って、さあ、しかも生き残る、いいですね、この距離。わあ、うわあ、あれ、まさか、まさか、はい、グランドスラム、しかもアサリも入れる、グランドスラム、ありがとう。いや、これ見せてくれた、これはもうね、ブラボー、ブラボーでしかない。おっとっと、まあ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 、ラウンド進んで、入ってる、なんならもうこれじゃん、まず4つ、そうだけどね、もう一人いるよ、あと2個、うわー、いや、素晴らしい。いや、今のはオールダウンから流れ持ってって、やっぱスピアの強みだね、あそこね、あそこやっぱ無敵あるからで、強気にいけたのが強かったですね。いやー、 L3 半端ないな。 H3 じゃんってなって、もうあのダメージが、ダメージが強い、ダメージが強いでも塗り、さらに機動力上がってるから強いなって思いますね。ワントリガーどんどん仕留めますね。おい、ショットル、ショットル、連続で来るね、来ますね。いいじゃないですか。さあ、ショットルアサリでミルガンのやばさ、お、
さ、編成的に、おー、相手にはちょっとグーゲスピ来たね。グーゲスピ足が速い系はビールガンちょっと厳しい部分があるのかもと言ってましたが、エイリーミッション、クーゲルを倒す。おーそんな大変なミッションあるの、ビールガン。はい、距離詰めて、うん、こっちの射程内に入れれれば、なるほど、そのエイムのズレが少なくなる場面まで持っていければ全然ある。上も怖いから、ね、さあ倒したクーゲルが戻ってくる。それに対してミッキー奥が、いや降りてきたやつはスピアでやっていきたい。上は軽く見て、おお、なるほど、ここは自分を倒す可能性があるやつだけしっかり見る、うん、ナイスですね。ナイスだね、ナイスで、戻ってきて、危ない、ナイス、うん、ちょっと奥に行って、これはジェットパックをやる、逃がさない、そしてあー逃がさない、これは素晴らしい、折れない折れない折れない、あー当たりあるある、当たりあるあるので、折れないないないって、俺は渡し合ってる、渡すのですごいグダグダして、俺じゃないからで下がったら敵やってしまったけども、でももうめちゃめちゃいい動き。さあまたもこれは、あー目の前来ているな、いいですね、やっぱりある程度射程があるからこそ相手に主導権を握らせない動きもできる。でもやっぱミリンはもともとブラスター使ってたのもあって、潜伏がすごい上手いね、うん、潜伏からのその初動のダメが、なるほどなるほど、うん、一発に当てるのが、一発に当てるのがすごい上手い。これはね、落ち着いてる、これはちょっとめっちゃ落ち着いてる。まあこれまあ鉄板なんで、まあ、入るみたいな、おっまあまあやられるよりは、やられるよ、倒されるよ、俺だ俺だ俺だ、いく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 、ミリンって名前見て落ちたかもしれないやられるより前で、さっき帰ろ。さあここは、もうこのやっぱ塗り力があるからこそああいうメインも嫌ですね。あー、巨人、うまいな、やっぱ人の、うまい、そういう、あっという間でした、これは凄まじい、いや瞬間のエイムがうまい、やっぱ上下のエイムめちゃくちゃやっぱうまいですね。あ、綺麗、そうだね、うん、行き過ぎない、あと、あの下の壁打っちゃうとかもないね、うん、点で捉えるのが、うん、すごい、あー、飛び抜けてる、ちょっとで、さあ、ちょっと行きましょう。ステージ勝てることよくありますもんね。うん、そうですね、だいぶショットルに今テーブル、おー、すごい、いや、スピナー系多いな、スピナー多いね、うん、やっぱりこの地面が広いステージだと、あとはアサリを、アサリやっぱ塗り大事ですから、ね、うん、なるほど、そう、そしてだってこういう位置にいるときに、でもやっぱそうか、ナイス、食い棒に頼らないエイムで行くから関係ないのか、あそこどうしてもやっぱ食い棒投げたくなるんだよな、ああいう GD だと食い棒に頼って、なんか食い棒頼ってなんかリンクなくなっちゃうとかあるんで、あーなるほど、もう食い棒ってむずいよな、バランスむずい、うん、すごい強いのはわかるんだけど、うん、メイン打てなくなるんだよね、あれ、うわー、あーさて、いやでも今ギリ入って、ナイス、あーちょっと踏んでたので、あー、オーケーオーケー、もうオールだ、これもオールみたいな、 GD オールだね、でこれもステジャンついてるから、あーいいですね、あーいっぱい入る、いっぺん入ら、さあ一発入って、やっぱり、B 隊、A 隊の人とかは飛ばなかったりするから、こういう扉はね、ちゃんと入れたいね、接点の部分でも、やはりミニンケーキさんの強み見えている、あ、降りた、降りた、いや、こいつも焦ってたな、いや、いいジェットパック、しかし、止めたことによって状況的にこっちが大幅有利ですね、まだ守りじゃなくて攻めにいける、うん、そうなんだよね、アサリってこれがあってもうずっと攻めが続くんだよね、やっぱりミールガンはその倒し戦ってる間にもめちゃくちゃ濡れちゃうから、うん、そうなのよ、それがマジ強みで、うん、そのさっき言った、まあ、ブラスターとか傘に似てるとは言ったけども、そこが全然違うところですね、そう、ブラスターもだし、プライムもそうなんだけど、敵倒しても濡れてはないんだよね、そこまで、うんうんうん、でもリールって敵倒すともう濡れてるんだよね、その周りは、その戦いの中でそう一変濡れちゃってる、あーと、これは発生を潰してくる、空中から来てから G も入らずって感じで、ああなるほど、そういう部分も考えないと、まあでも大幅有利は変わらず、しかしちょっと相手が攻めが飛んできたか、いや、ただ見てさあ、やはりリール対面は負け知らず、いや、ここ見てると使えるような気そうだな、まあそれ最近よくやってるけど、まだ成就してないからね、
かそのもう当たり前に使えるように見えちゃうぐらいの熟練度を持ってるっていうのを皆さんが。で、あー、これはおーおーちゃんと残って、あーこれはあれ、まあそうなるわな出ちゃいましたね。あちょっとこう、かわいそうに見えてくる。局者なんか当たるね。なんか当たるで打っても濡れちゃうから強いですよね。はい、いいじゃん。ナイス、いいね。いやー、すさまじい。入っちゃう、入っちゃう感じだ。さあ、これは奥入った。なんでいんの、なんでいんの、スフィア。でも、あと1個だが、あー、惜しい。あー、入んない。惜しい。あー、でも有力取らないから、これはもう塗ってきるし、塗ってきるし。いやもうずっと押しっぱなしですね、相手を。うわぁ、やっぱ見つけてからの3発入れるのがうますぎる。あー、もうプレッサーなんか打っちゃってひんや。あ、もう帰るね。あ、帰った、ね、あー、違う、あいつ、セーブしてる。うわ、うまいね。素晴らしい、いい飛びだね。味方の状況を見てた。うん、これは、あー、惜しい。受け身だよね。受け身術、受け身術とかスライドとかってのは、じゃあスライドはどうなんですか、苦手というか。スライドは結構当てやすいっちゃ当てやすいですね。もうスライドした先を予測してみたいな。スライドした先当てるみたいな。そうなんだ。やっぱ機動力あるんで、こういう風にもう入れちゃって、スフィアで荒らして、これがやっぱ強い。そうだね、スフィアの強み。あー、いい。あーと、これは降りてこないが、後ろから3発でもらって、いいね。素晴らしい。いや、でもこれ綺麗に動き出ましたね。うん、みりんケーキさんゲーでしたね、今のはもう完全に。いや、本当にでも、西田言った通り、うん、なんか当てやすい武器なのかって思っちゃう。うん、いや、絶対当たんないよ。使ってみてください、当たんないですか。割と、弾小さいから、それが難しいです。うん、すごいな、本当に。はい、というわけで、はい、みりんケーキさんの L3 リールガン。うん、いやー、もうこれはもう感無量だね。ああ、もう本当にリールのその前の出方とかがもうしっかり見れた。スルッて出て、うん、スルッて急に出てきて疑似でスッて当てて、そう、スッて当てて倒せると思ったらスピア吐かれて、うんうんうん、でもうあのカーリングで機動力あるからスルッて逃げるし、うん、やっぱ何でもできる武器なんだなっていう感じが、うん、そうだね。でも本当にネックは当てれるかどうか。そうですね、もう当てさえすればだね。当てれる熟練度があればもうほぼ最強じゃないですけどね、うん、かなりオールラウンダーの武器見えるということで、本当に何でもできちゃうからそれがやっぱ強いかなって、うん、濡れるしキルできるし、はいはい、で生存あの機動力あって、うん、スフィアで嵐もできるってやっぱ万能かなっていう感じがありますね、うん、なるほど。これミリンケーキさん的には今これちょっとメインにしようかなぐらいな。そうですね、今ちょっとリールガン強いので、あとまああ、なんだろうやっぱアーマー武器とか増えてやっぱ対面できないとしんどいみたいな、うん、なるほど、環境になってきたので、まあ、若葉も強いんですけど、まあでも結局相手の前線がゴリゴリ来ると若葉だとじりじり押されちゃうから、リーレもやっぱ使えるとあの相手の何編成に対して当てることができて強いのかなっていう印象がありますね。なんかね、ちょっといい、はい、みりんのプレイ見てて、はい、その敵がさここにいてさ、うん、はいはい、あ敵いるってこう行くんじゃなくて、うんうん、あ敵いんなこういう感じでこう、うん、あもう少しずつ当てるんじゃなく追い込むんじゃなくて、うん、もういきなり当てに行くみたいな、いきなり当てに行く、これがすごい見れたから、うんうんうん、これはねちょっと見直してほしい。何よりこの画面外にいる敵を、うん、あ音が聞こえるそこだなパッて見てからの一発が早い、うんうん、もう本当にだから当ててから俺とか見ててあいたみたいな。そう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 、それがすごい上手いなと思った、うん、だから他のシューターみたいに打ちながらちょっとこうみたいなんじゃなくて、うんうん、こうまあでもなんかブラスターとか使ってるからこそみたいな戦い方もちょっと、うん、あるのかなって感じ。でもそのリールでやっぱ3発当てるっていうのはすごい大事だから、うん、そこの技術はすごい長けてるなっていう。やっぱ3発当てると技術さんもあってすぐ解けるから、うん、それがやっぱ強いかな。なるほど、ありがとうございます。そうですね、いや、まあ、素晴らしい。いやもう本当にいいもの見させていただきました。ありがとうございます。ありがとうございました。ミリンケーキさん、ありがとうございます。ありがとうございます。ミリンケーキさんの YouTube チャンネル、そしてオープンネックチャンネル、そして Twitter の方の、リンクが下の方に貼ってますので、うん、そちらの登録フォローお願いします。お願いします。はい、というわけで3回分、ね、来ていただきまして、ありがとうございます、はい、ありがとうございます。誰を紹介していただけるんでしょうか、ね、いや違う違う、いいともシステムじゃない。全然いいともシステムやってない。で電話かける。この場でね決めていただいて。いやでも本当にね、これからだ、まあ
だって今からリールガンもちょっと練習しようかなってことはまだまだ発展する部分があると、まだ全然強いと思うので。そうだね、すごい使い価値はあると思います。ミリンケーキさんの活動に期待させていただきつつ、はい、はい、これからも頑張ります、はい、美容の方もぜひともね、そう肌も活性化させて、ね、これからのねデトネーションゲーミングでの、ミリンケーキさんの活動皆さんも注目してください。はい、というわけでまたお会いしましょう。さよなら、さよなら、バイバイ。